はようタワーだって。おはよう。ありがとうございます。すごいね、やっぱ色が全然違うね。青だとか、星集め中の方もカウントだけでもお願いします。なんここではですね、か何でもランキングをやろうってツイートをね、まもなく始まりますツイートで書いたんだけど、まもなく始まりますツイートを書いてる時に思いついた、そう思いついたんです。だから書こうと思って。何かありますか、お題みたいなやつ。スクショタイムだって何？これ？じゃあ皆さんも教えてください。好きな食べ物だって。あれですか？なんかもう全体的な？なんていうの？大まかな？じゃあ3位まで書こうと、3位まで書こうとか言ったらさ、1、3って書いてた。うん、間違えた。まあ大まかでいくと、3位なんだろう。なんだろうな。思い浮かばないから2位まででいい。ドラゴン Z、 クマタワー、ありがとうごー、ありがとうごーって言っちゃった。ありがとうございます。バタバタしちゃう。ペンどこペンどこっつって。やっぱ裏写りめっちゃする。ありがとう。今関係ないけど、アイメイク何してるか教えて。今日はブラウンメイクなんだけど、でもまあアイシャドウ上は普通にグラデーションみたいな濃い色、ちょっと薄い色塗って濃い色を二重幅に塗ってって感じなんだけど、あまりわかんないね。マシュルームじゃわかんないけど、ここ涙袋かな、どこだろう。でもアイラインは垂れさせる。ジアンキさんね、公演気になっちゃったね。しかも当選無効だってね。また次も当たるといいね。こんにちは。ぜひお願いします。カウントと星投げ
イメイクはでもアイメイクのこだわりはもう涙袋なんですよそう、あのね、アイホールに塗った2個目のなんていうの、な二重幅の、ん、最初に塗った二重幅に塗るアイシャドウよりもちょっと薄い茶色のアイシャドウで、まずここをねこうやって塗るんです。こうやってね塗るので、その後にコンシーラーを上からのせるんです。そう、コンシーラーをのせるので、コンシーラーをのせて、あのね、なじませてから上にラメをのっける。ラメっていうか涙袋ぷっくりするようなラメを、その肌の色と同じ色とかそんな感じのラメをのっけるんですよ。そうすると涙袋がいい感じになるんです。2周目行くのせてた、2周目行ってらっしゃい。そうで、あのね、アイラインをここ目尻をちょっと垂れさせて描くじゃないですか。したら三角ゾーンってできるじゃん。ここにここに一番濃いアイシャドウを塗るの、お気に入りのメイクの方法です。私これしかやってない。でも他のメイクできない自分だと。皆さん、星集めの方々、星集めをしてる、私のルームでしてる方々、カウントだけでもお願いします。30秒間でカウントだけでも。アイラインがっつり引く肌、これがっつりっていうの、このぐらい、いつもこのぐらいで、めっちゃメイクの話になっちゃったね。メイクね、メイク配信しよう。メイクの話配信でも決めたらさ、決めないでいこう流れでいろんな話しよう。ちばめがさん、タコ10個ありがとうございます。ゆみりん、タコ40個ありがとう。あ、40個じゃないやん、絶対90個。10個違う、100個。ありがとう、タコタワータコタワーで初めて言った、今回のイベント。ありがとうタコタワー。またペンなくした。ピアスホールの調子だって、ピアスホールの調子、ピアスホールの話なんてしてたっけ、私前に。どういう調子だ。コウタさん、タコ10個ありがとうございます。そうだね、今日は何でもランキングをやろうと思ってるんですけど、待ってね、今ね、好きな食べ物ランキングを考えてるんだけど、ちょっと3位が思い浮かばなくて困ってる。まさきさん、タコ20個ありがとうございます。何があるかな、逆に何があるかなっていう。
何があるかな。ちかさん、タコ10個ありがとうございます。みんな何が好きですか、あの食べ物、ご飯食べ物、なんかご飯食べに行くならでっていう縛りで私今やってるんですけど、ガキッチョさん、タコ10個ありがとうございます。カレーだって、カレー食べに行くんだ。あんまりないの、私カレー食べに行くこと。そういえば、あ、じゃあ大雑把に行きます。本当に大雑把に書いちゃおう。本当に皆の予想は果たして当たるのか、ちょっと予想してみてください。5秒間だけ。5、4、3、2、1。インドカレーだって、インドカレー、私ナンが好きなんですよ。そうだから、でもね、ナンが、ナンのお店、ナンがあるお店あんま行かないからなっていう。いきます、じゃん。私の好きな食べ物はこれでした。そう、まあやっぱりそれぞれね、お寿司の中で何が好きかとか、焼肉で何が好きか、韓国料理では何が好きかっていうのはあるんですけど、そう、好きな食べ物、アバウト、そう、アバウトに、なんかそう、アバウトに行ってみようかなと思って。そう、でも韓国料理はめっちゃ美味しくて大好きなんだけど、あまり食べに行く機会がなくて。そう、でもなんかずっと昔から焼肉とお寿司どっちも好きで、え、どっちが好きかなってずっとなってたんだけど、最近決まりました、もうどっちの方が好きか。そう、だからなんか肉寿司とかあったら最高やん。肉寿司まだ1回しか食べたことない、人生で。肉寿司なんていうの、なんか肉寿司、ちゃんとした肉寿司っていうか、うん、星集め、あ、そうだ、星集めの時間です。いってらっしゃい。カウントぜひよろしくお願いします。カウントだけでもあのね、お星様を星集めに、私のルームにたまたま入ったよっていう方、30秒間あるので、星をもらえるまでに、その間にカウント5でも10でもお願いします。なんか肉寿司、ユッケ寿司とかさ、絶対好き、誰か連れてってほしい、マジで。私さ、そう、私美味しいお店とか本当に知らないタイプなんですよ。なんかチェーン店とかしか分かんないから、チェーン店、うん、分かんないけど、そう、なんかマクドナルドとかケンタッキーとか、なんかスシローとか、なんかくら寿司とか、なんかよくあるじゃん、いろんなチェーン店、そういうのしか知らん。では続いてのランキングはどうしようかな。
新大久保に肉寿司有名なとこあるから韓国料理からの肉寿司巡れる。だって、じゃあ昼と夜って食べないと。私ね、あのお腹のキャパが少ないから、ちょっと高めの肉焼肉屋さんの肉寿司めっちゃ美味しかった。うん、私もそう、ちょっとお高め、私まあ私がいつも行ってるところがまあ多分安かったんだろうけど、それが高いのかちょっと基準が分かんないかなと思えないけど、私のいつもよりそうお高めのねお店に行った時に、連れてってもらった時に肉寿司食べて、そう肉寿司を最後に食べたの、指名的な感じで。マジで美味しくて、わあ美味しい、お腹ね、いい感じにお腹いっぱいだったのその時には。もうだけど肉寿司も美味しすぎてうまってなった。ナオトさんファイト10個ありがとうございます。AKB で好きな曲ランキング、それね、あのね変わるんだよね。よく初めて50カウントできました、ありがとうございます。セナさんこんにちは、今日もめっちゃ可愛すぎるで、ありがとう。ぜひ50カウントと星投げ皆さんよろしくお願いします。初めてこれ投げてみた、ありがとう。ファイト頑張る、頑張るよ。好きな曲ね変わるんだよな。なんだろう、でも今はもうこれだな。めっちゃアホゲセナタンの締めはサーモン節だって。セナタンの締めはサーモン節、うん、100円寿司だったらサーモンは食べないです。そう、なんか割と私こだわりがあるので、100円寿司だったらサーモンは絶対に食べないですね。なんかうん、やっほー、え、マジで好きな曲むず、なんだろう、一曲しか出てこない。ああ一曲は嘘だった、二曲は余裕で出てきた。コストコ限定ってわけではないけど、まあ分かりやすく言えばコストコのサーモンが一番好きなんだけど、まあ、なんかコストコのサーモンの産地のサーモンが好き、どこの産地か忘れちゃったけど、とりあえず2位まで見せると、あ、予想してみて、いきまーす私の好きな曲のランキング3位まで考えようとしたけど2位までしか考えなかったので予想してください、ぜひ。3、2、1、なんかありますか、なんかこれセナタン好きじゃないっていう曲あったりしますか。3位全然出てこなかった、なんかどれもいい曲すぎてね。当たった、すごい。なんだろうな、あと1曲むずいな、意外とむずい。ラッキーセブンってどんな曲、どんな歌。勇気はラッキーセブン
も全然錆び出てこなかった。目の前に錆びえる悩みの壁に、そこで立ち止まったら影になるだけ。みんなの好きな曲は何ですか？気になる。皆さんの好きな曲は。星集めで私のルームをたまたま見たよって方、30秒間暇だよね多分。カウントお願いします。心の底から、心の底からお願いします。全部。なんかあるかな。ランナーズハイ、出て曲が出てきそうで出てこない、その曲。こんにちは。意外とむずいよな。あ、タンポポの決心ね、いい曲だよね。じゃあまあ3位は考えておきます、今度。じゃあ好きなお菓子ランキングにしよう。勝手に私が言いたいだけなんだけど。私最近っていうか、まあ最近っていうほど最近じゃないかもだけど、まあここ1年で好きなお菓子をが見つけたんですよ。無印の歌詞がすごい好きで、まあ大雑把に書くと大雑把に書きすぎなんだよね、さっきから。私は、ね、絶対に当たんないと思う。てかちょっと待って、1位は無印って書いちゃった。1位は無印なんだけど、無印の中でも好きなお菓子あるんだけど、私が好きなのはじゃん、どれも言ったことがないの。そう、このね、これを最近これはね、今家にあるんだけど、この飴マジで美味しい。梅が好きな人はね食べてほしい、マジで美味しいの。ちょっと高いかもなんだけど、このあのべっ甲飴の中にスパイマンが、干し梅が入ってる飴が売ってたっていうか、違う、ジプキャンの時の差し入れのコーナーにあったの。そう、あって食べたの。え、めっちゃ美味しくて。そうで、たまたまこの前お店に、なんだろう、お店に行ったら売ってたの。あまり見ないんだけど売ってて、思わず買っちゃったよね。高かった、ちょっと高めだったけど。そう、どこで買えますか。どこで買えるんだろう。でもちょっと調べてみてください。気になった方、オーザックは塩味で、無印の中で一番好きなのはあの練り梅。梅やんって、梅やんってなるんだけど、無印のお菓子の中で一番好きな練り梅で、でもミルクケーキってやつと、
あとキャラメルポップコーンとポーティガ、それが好き。3個余ったらね食べないんだけど、ポップコーン、ポップコーンね、ポップコーンマジで美味しいの。あ、梅が大好き私は。そうえね、そうで、この前無印に行った時に見つけたの、なんかべっこ飴の中に梅が入ってるやつ。でもちょっと買わなかったいやこれが家にある、これがなくなったら買ってみようって思ったけど、そうでもね、酸っぱいマン、そもそも酸っぱいマンの干し梅が大好きなの私。そう無印に限らずミルクケーキ好きだって。でもミルクケーキさ、無印でしか買ったことないかも私でした。あとね、梅シートも好き、な梅干しが好き、とにかく梅干しの干し梅、梅シート、梅ネリーとか梅のお菓子が大好き。プッカはね、そんな上位じゃないよ、もうプッカは別にそんな上位じゃない。無印のは好きだって、マジ食べてみるね今度。家の酸っぱいマンの飴がなくなったら食べる。海苔に梅パウダーみたいなの挟まってる、めっちゃ美味しいよねあれそうな、お菓子、お菓子の話ってあんましないじゃん、だからあしようと思って。そうえ、幸せバターのポテチはね美味しいよね。里政さん、タコ10個ありがとうございます。ということで、やばい、時間だ時間が時間だ。13位エリオルマルさん、12位アカーナナソルティさん、11位 ACKEY さん、読めなくてごめんなさい。10位里政さん、9位千葉メガさん、8位コータさん、7位翔ちゃん、6位ガキッツさん、5位チカさん、4位まさきさん、3位ドラゴン Z、 2位ユーミリン、1位ナオトさんです。ありがとうございます太りそうな話、確かに昔はほどほどにですよ。でもね、飴とかはね食べちゃうよね、だから酸っぱいもの飴に今一番ハマってるとか言いながら無印を1位にしたあたりえ、ナオトさん、熊田はありがとうございます。ちょっと次の枠で書きますね、ありがとう、またね、ありがとうございました。次は14時10分からの20分枠です。